Good evening, everybody. This is Fortune Gentleman 24 here, bringing you something new that I found online. It seems very interesting, so we might as well take a look and see how it is. It's like a couple of new PSP games that have been located that I kind of like that I recently put onto my computer, so I said, you know what, let's test them out. Also, to the whole Sword Art Online Hall of Fragments, yes, those videos will be made. They are. They're just going a little bit slow. But I will say this game is, this game. So, let's sit back and enjoy it. Surprisingly, there's no sound here. There it is. So this is What a Beautiful Memory. So far, I like the idea of it, because for two reasons. One, it's kind of interesting. It's... Hey. None of that. I like the idea of it since it kind of takes place during 1907, and this is in New York when, like, apparently, this game says with like a fog that came in and killed a bunch of people. And the other reason why I like it is, well, I don't have to do much talking at all. I just gotta let the game do the talking. The only problem I have with it is I have a very hard time figuring out how to make it that way. Like the background music style all the way up, but I lowered everything down, but no, it doesn't want to. So we'll just go with that. Hang on just a sec, let me check one thing real quick. Oh, that's not true. Oh well. Let's enjoy the game. Enjoy it for what it's worth. So, until then, everybody, you're going to be enjoying a nice little story. Hopefully the background music won't be too loud for you to hear them talking. Let's hope. So, enjoy! あら?
ティへの推薦入学。おめでとう、エリシア。君なら十分通るはずだと思っていたよ。ううん、いいえ、全部あなたのおかげです。あら、君の力だよ。あなたの力になりたいの。私、お役に立てるようになります。ニューヨーク哲学協会との提携校ですもの。だから2回生になる頃には、そのきっとそっちへ行きますね。その時には直接お礼を言わせてくださいね。ああ、研究所のお手伝いもしたいし、それに、あなたの顔もう随分見ていません。ああ、もちろん楽しみに待っているよ。当研究所はいつでも人手不足だからね。それにエリシア、僕も君の顔を見たい。アラン・ヘイクリーが録音する。12月25日、現在時刻0時41分。エンジンの暴走が止まらない。アルバートが息をしていない。もう動かない。彼は死んでしまった。彼だけじゃない。ここは今地獄だ、地獄だ。ニューヨークは今や地獄そのものだ。止められない。もう誰にも止められない。原因なら分かっている。ここだ。この場所こそが全ての原因だ。いや、全てはエジソンがその手、ロス・アラモスが仕掛けたのか。違う。どちらも同じだ。同じ意味だ。同じこと。どちらにせよ、今この時、このニューヨークは地獄だ。誰かがここで食い止めなければ、きっと彼は何もしない。だから今それができるのは、あ、そうだ、僕だけだ。 Yeah, I don't know how to lower the background volume. I've checked everywhere, but nothing allows me to lower it. So I'm guessing the game has it built to be a certain tone. Because so far you're listening to this man speak and he's being really serious. He's actually explaining the whole story about what's been going on around New York. And the music's just getting that mood in. So, yeah. Back to the music. Back to the story. さあ、また始めよう。落ちていく感覚、失う感覚、何もかもこぼれていく。ありとあらゆるものが下へ落ちる。違う、私自身が落ちる。落ちて、もう止まることがない。だから、すべてをそこに置いてきた。落ちていく。一人だけ、私だけが落ちてしまって、大切なもの、温かなもの、私自身が私であったこと、それらのすべてを置き去りにして、私だけ、今も落ちていく。平行感覚のように足元がぐらつく、落ちる。背後へと打ちかけて、とっさに私は手を伸ばしていた。瓦礫から伸びるパイプをつかむ、強く。踏みしめたはずのブーツが宙を蹴る前に姿勢を整えて、この手に両腕に力を込めて
息が漏れる。ダメ。これぐらいには耐えないと。パイプを掴んだ両手が滑らないように、強く、強く力を込めて、きしむ音、きしむ鉄。私は、瓦礫の断崖を登る。ジョンに手があればよかった。そう、そうね。そうでしょうとも。そうすれば、道行きはもっと楽になる。でも、それはない。足の容易さに比べれば、手の機構はあまりに複雑すぎて、私の腕では無理。未だ設計にさえこぎつけられない。勉強不足。か、花を捨てて、人形を捨てて、服を捨てて、女を捨てて、ただ勉学だけに打ち込んで、それでも足りない。何もかも、鉄と油にまみれた5年間、同学年のどの男子学生よりも優秀だとかおだてられても、こんなものだ。ジョンに手さえ作ってやれない。それに私は、ニューヨークに来て1時間も経たないのに、ほら、もう死にそうになっている。バカね。本当、バカね。こんな時でもそんなことを思うなんて、自重して、私は瓦礫を登り切る。落ちかけた背後は振り返らない。振り返ることに意味があるとは思わない。それが、私のささやかな行事。振り返ったら、後ろを向けば、すぐに引きずり込まれてしまう。だから、見るのは前だけ。そうね。エリシア・ウェントワース。自分に言い聞かせて、私は乗り越えた先の瓦礫を見る。瓦礫の上で規則正しく立動するものがある。まるで生き物のよう。けれど決して生き物ではない。動作、規則正しすぎる。ジョン、多脚式歩行カバー。私が作った私の勉学の結晶。飲酒の勉強をせずに私が作った。この旅のための私のカバン。木材と鉄材で構成されたジョンは私が登り切るのをじっと待っていた。私よりも足が速くて頑丈な多脚カバン。ジョンはわずかに揺らめくと私の近くへと歩いてくる。一時停止命令を出しているのにどうしてこう来てしまうんだろう。サーキットがまた誤動作を起こしている。それとも私のご入力。こらジョン、寂しそうな声なんて出さないの。声ではないけど、ただの金属音。行きましょう。先はまだまだ長いわ。私はつぶやく。ジョンに、いいえ、私自身瓦礫でできた小山の上から目前に広がる灰色の景色を眺めて、目指すものは視界の先のあれ、消えない灰色の雨雲が立ち込めるこの空、この景色の災害と、大廃墟にして無人都市、旧メガエンジンシティ、ニューヨークの果て、半ば朽ちた超高層建築が立ち並ぶところ、かつて世界の中心だったところ、かつて世界の先端だったところ、1907年現在、誰もその名を呼びはしないけれど、ほんの5年前までは、こう呼ばれた、マンハッタン。上から、下へ、下へ、上、上から、わからない。もしかしたら下から上へ、近い。落ちていく、落ちていく、うん、落ちていく、うん、落ちていく。目を覚ますと、うん、違う、そうじゃない。別に眠っていたわけじゃない。ただ気づいたら、ほんの少し前に気づいたらこうだった。落ちていく、落ちていく。それより前のことは何も、何にも、何にもない。気づけばこうして落ちていた。それが始まり、私の全て、私の始まりそのものがそういうこと。ほら、見たまま、感じたまま、落ちる、それだけ。落ちていく。私は落ちてる最中だった。ここはどこ？
こまでも続く深い穴の中を落ちていく。周囲を埋め尽くすのは本、本、本、無数の記録の形、それとも記憶の空、落ちる。ああ、どんどん落ちていく。落下、重力、重力、引力、ニュートン鏡。あ、赤学様を鏡って呼ぶのは19世紀以降の慣習だから、ニュートンさんはそう呼ばないんだっけ。19世紀カダスの発見、赤学、蒸気エンジンにエンジン工学。なんだっけそれ、カダス。何、綺麗な名前。何それ、聞いたことがあるような気がする。思い出せない、思い出せない。まあいいや、いいよね、ね、いいんだ。私、違う、僕、僕は落ちていく、落ちていく。誰が落ちていくの。誰が落ちる。誰かが言った、女の子の声だ。それは僕の唇から出る声だった。私の声、違う、僕の声。手を伸ばしていた、落ちながら。声のことなんて気にせずに。おかしいの、僕は落ちていくことを受け入れてるの。多分そうだ、僕は落ちるしかない。よく覚えてないけど、だからこうして僕がある。何もおかしいね。ほら、僕の手は勝手にこうやって、あんなに遠い上、届きもしないのに。届かない、そうだよ、届かない。僕の手中が届くわけがないんだ。月がどこかで笑っていた。いくつかの白いものを周囲で踊らせて。月、見たことのないはずのもの。月、ずっと昔に隠された空にあるもの。でもどこかで笑ってるんだ。落ちていく僕を笑ってるんだ。僕も、私も。ああ、落ちる。そうだよ、僕は落ちていく。感性に身を任せて。私、私じゃない、僕だ。僕は落ちていくのはただ一人だもの。うん、そうだ、落ちていくのは、ああ、僕だ。名前はなんだっけ。確かリリー。今君の名はリリー。誰かが耳元でささやく。そう、僕の名前はリリー。まぶたを開ける。何か夢を見たような。眠ってもいないのに立ってるの、なんだっけ。偽物、これ空じゃない。僕は、なんだっけ。僕は、あそこ。Thank you.
何これ音、何か音がする。きしむ音、金属が擦れる音。ああ、違う、違わないか。体が擦れる音なんだ。虹の窓がお探しだ。ストレンジャーをお探しだ。イーストロードがお探しだ。ストレンジャーをお探しだ。西の魔女、ストレンジャー、何それ、何言った。私がリリー。うん、僕がリリー。私はあそこへ行きたいの。でも、僕はそんなの知らないの。だから、今はただ、あいつらに捕まらないように、隠れる。僕がどこへ行くって。違う。そうだ。捕まらないように、逃げる。まず、この瓦礫の中に。
金属のフレグランス、長い髪、綺麗な透き通る長い髪、その人は良い匂いがした。とても女の人のさ、伸ばされた半巨人の手、そこへ伸ばされた滑らかな右手。ふっと、おもちゃの黒い兵隊さん、辺境ベラタノにまで何の御用。不気味な連中相手にひるみもしない、堂々と胸を張ってハイドバンカーを軽やかに脱散。すべて、そうすべて、あらゆるものは意味を持たない。大きなキノコもある、キノコの生えた町、枯れ木の町。驚きはしなかった、なんか変だなと思わなくもないけど、僕は連れられていたから。あの人、喋る変なこと言わないの。喋ったよ。グレムリンは同じことを泣いてるだけ。そしてモールは何も言わない。ここでもよそでもね。変なのはさっきだけで十分。町外れに君、子供一人なんかで。And that's all the time that we have for today. This has been part one.And I am going to attempt to say its full name, even though I'm probably going to screw it up. Shai no Sonia Nail Reframe with the Beautiful Memories. And so far, I'm enjoying this thing. I like the atmosphere. The atmosphere is good. I probably might explain the story in the next part. If not, we'll have to wait and see. So...Let's see, what one was it? I think it was you. Yep. So, until next time, everybody, we shall be back with more of this pretty interesting game. So,Y'all have a good one, and I'll see you next time with more. Take care.